stay this way forever. でも青しかないからな、まあパッと見こっちは青ばっかりですけどこれ去年のやつね、知念がこの辺で、あ、パスカットして、ケントがそうですね、カットしたのを受けて振り抜いて、このゴールの時あそこで座ってこう、あ、ベンチか、ベンチあったあーやったーと思ってあれはフリーキックっすか、太田康介、あー覚えてる覚えてる、フリーキック直接森くんのはヘディングかな、これコーナーっぽいっすね、なんかね雰囲気的にね、はい、2010年だから分かんない、森家に決めてもらわないといけないからねこれは俺とかもう健吾さんどう蹴ったらここから入ったんすかねイケイケでこっから打って入っちゃうみたいな感じの時なんですか、ね、若さ、ね、若さ勢いだねこれはねヨッチも決めてんだ、ヨッチはいいやヨッチはいいや、あえて、これエグかったっすよ、多分ね、誰だったっけ、グワーイって折り返しっすよね、でダイルでスパイク、大竹洋平、そうっすね、大竹さん、あれやばいっすねあれはねあれやばい、しかも最後のゴールはあれやばいっす、そこで盛り上がったね、そうっすね、いや、本野さんもすげえな、あれすごいっす、だいたい、ヨシトさんでしょ、ああいうとこは、あの、あそこのファーズ目あたり、そうっすね、2年前、そうっすね、2年前もどこで、あの辺っす、たぶんヨシトさんのは覚えてますね、もう 0-2 で負けてて、もうこっちはもう点取るしかないって時に、なんか宇高とすげえワンツーされて、うん、キーパーかわされて、あ、じゃあこれっす、これっす、多分これいや、しっかり吉田さんに話してるわ俺デビュー戦サイドバックだったんですけど、左サイドバックカウンターでこう、ずーっとこう追い越してきて、最後、そこら辺ペナ外ぐらいかな、クロス入れて吉さんがここでこう、詰めて結果出すなぁ難しいっすね、デビューからしくて、いやマジ緊張しましたよ、ただでさえデビュー戦緊張するのになんかちょっと独特な雰囲気あるじゃないですか、あるね、ササ猿星ちょっと俺も分かんないですね、ササ猿星です、俺もちょっと分かんないですね検索してない、あれオンゴールってこと、オンゴールってことです、多分そうそう、いやなんかこっからなんかまたかなんか、そうですね、当たって入ってまたオンゴールしてくれるようにちょっと慣れとこうこれすごくないこんなことあるの、谷口違い、谷口博之選手同じようなところで2年後にいや青多いな、青多いっすね、水入れた 7-0 はちょっとエグいっすね、 7-0 は後半3点いかれてますか、3点、うん、今年はちょっと盛り返さないと、俺0点なんでカボレ、カボレしわかんないですけど、カボレ選手はエグいだ、あ、本当エグいですあれだな、去年決められた、あ、あそこ立つやつね、あれカウンターじゃね、前から守備はめに行ってワンツーで崩されて、あ、そうだそうだ、綺麗にやられました、まあ、やっぱ勝たないと優勝できないんで、止めますよ、もう何回もやってるんで、ちょっと僕のゴールないんで、青赤の球増やせるよ、大体の傾向とそういうのを掴んできてるので、全力で敗になるまで頑張ります、絶対勝ちます、やっつけたいと思います、よろしくお願いします、怪我なく本番を迎えられるように確かに